公園は山口県宇部市新原町一丁目に位置する都市公園である。テニスコートを中心に市民のスポーツレクリエーションの場として1956年に都市計画決定、1961年に開園した。宇部マテフレッセラテニスコート1963年に開催された第18回国民体育大会山口大会に合わせて整備され、同大会では ソフトテニスの主会場となった。2011年に開催されるおいでませ。山口国体においてソフトテニス会場に指定されており、同大会に向けて2006年より改修工事が行われ、2010年にリニューアルオープンした。完成記念式典では、元プロテニス選手の松岡修造と、上市テニス協会会長の鈴木栄太郎が初打ちをしたほか、松岡修造による、 テニスクリニック等が開催された。また、プレ国体として、同年7月23日から25日にかけて、全日本実業団ソフトテニス選手権大会が開催された。現在の施設は、人口芝16面、屋根付き4面のテニスコートからなり、敷地面積4万平方メートル、収容人員8000人は、西日本有数の規模である。なお、 12月29日から1月3日までの期間は、利用休止となる。施設命名券、編集施設命名券による愛称命名券導入後も、宇部市の条例上の施設名称、中央公園テニスコートは変更しない。宇部市は、新たな財源確保と、スポーツの振興や、市民サービスの向上と、地域経済の活性化を目的に、2011年開催の、おいでませ。 山口国体で競技会場となる中央公園テニスコートと宇部市野球場の2施設に施設命名権を導入する方針を明らかにし2010年12月1日から2011年1月31日までの間両施設について年額200万円以上を条件に売却先の募集を実施したその結果当テニスコートの命名権には宇部市に本社を置きたいか材料 石灰の製造、販売を主な業務とするウベマテリアルズ一社のみが契約期間3年、年額200万円の条件で応募した。3月7日に開かれた選定委員会における審査を経て売却先に内定し、3月24日付で売却が正式決定。4月1日付で愛称をウベマテ、フレッセラテニスコートとすることが決まった。公演の敷地は、 東新川駅に隣接しており、地図上での直線距離は短い。しかし、駅の出入り口が反対側にあるため、季節の道路利用すると、実際には400メートルほどの距離がある。このため、テニスコートの改修工事と同時に、公園側にも出入り口を設置するよう、地元自治会が関係機関への要請を行った結果、二0 1年度の上市予算において、 東新川駅北口の建設費用が計上された。ありがとうございます。